こんにちは、編集長のケンです。今回は私の地元である神奈川県鎌倉で一度は行くべき定番観光スポット13選です。都心から電車で1時間ほどでアクセスできる古都鎌倉。鎌倉は寺社仏閣などの歴史的遺産や海山などの自然が豊かで魅力がたっぷり詰まった観光地です。そんな鎌倉の観光スポットのうち、特に一度は行くべきという定番を13箇所厳選してみました。また動画の後半では定番ではないけれど個人的におすすめというおまけスポットも8箇所紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。お出かけを検討している方の参考になりましたら幸いです。それでは早速本題へ参りましょう。鎌倉を代表する名所、鶴岡八幡宮。鎌倉駅東口エリアという鎌倉の中心に位置し、鎌倉観光では絶対に外せないスポットといえます。源頼朝が鎌倉幕府を開き、鎌倉の町づくりを行う際に現在の地に移しました。広い境内には国の重要文化財に指定されている本宮をはじめ、多数の歴史的建造物が点在しています。また春には桜、夏には蓮、秋には紅葉など、年間通じて季節の自然風景を楽しめるのも魅力の一つです。鎌倉観光の拠点として訪れてみてください。緑豊かな自然に囲まれた源氏山公園。春には桜、夏には新緑、秋には紅葉を楽しめるハイキングスポットです。園内には約2メートルの源頼朝像や国の史跡、化粧坂などがあるため、歴史の息吹を感じることもできます。鎌倉の自然を楽しみながら散歩をしたいという方にはとてもおすすめなスポットです。金運アップのスポットとして人気の銭洗弁財殿、宇賀福神社。鎌倉駅西口から源氏山へ登る中腹にあり、洞窟を抜けた先に神社が広がっているため、初めて訪れる方はその景色にまず感動するでしょう。奥宮には洗うとお金が増えるという言い伝えのある銭洗い水が湧き出ており、御利益を求めて連日多くの参拝者が訪れています。社務所では水おみくじや金運にまつわるお守りが販売されており、特有のお参りをすることができる神社といえます。源頼朝の命で畠山重忠によって建立されたと伝わる佐助稲荷神社。幼少期に助殿と呼ばれていた源頼朝を助けた稲荷神が祀られていることが名前の由来になっています。朱塗りの鳥居が多数並ぶ参道が見事な景色を作り出しています。写真撮影は自由にすることができるので、参拝の際に鳥居と一緒に記念撮影することが人気です。抜群の遠望と四季折々の花々を楽しむことができるフォトジェニックなお寺、長谷寺。冬は梅、春は桜、初夏は紫陽花、夏は猿滑り、秋は紅葉など、一年中季節の花が境内を彩ります。また見晴らし台からは鎌倉の街並みから相模湾まで一望でき絶景です。観音堂内以内は自由に写真撮影ができるため、連日多くの方が花や絶景写真を撮るために訪れています。季節によって景色が変わるので、いろいろな時期に訪れてみてください。鎌倉のシンボル、鎌倉大仏がある高徳院。高さは 11.31 メートル、重量約121トンで大迫力の大仏様です。鎌倉の仏像の中で唯一の国宝に指定されています。阿弥陀如来像の手の組み方には9段階あるそうですが、この鎌倉大仏は最も格式の高い組み方をしているそうです。境内は
桜や紅葉など自然豊かで、大仏様とのコラボレーションも必見です。鎌倉随一の竹林を有する報国寺、本堂裏手の竹林は庭師の方が緻密に手入れされていて、幻想的な世界が広がっています。境内には休耕庵という喫茶スペースが設けられていて、竹林を眺めながらお抹茶を味わうことができます。非日常の世界が広がる竹林は必見です。湘南のシンボルともいえる江ノ島、橋で上陸できるため気軽に渡れる離島です。小さい島ながらも観光スポットや絶景がぎゅっと詰まっていて見どころ満載。江ノ島の頂上には江ノ島シーキャンドルという灯台があり、頂上の展望台からの景色はまさに絶景。南に相模湾、西に富士山という360度のパノラマビューが広がっています。また江ノ島の裏側には江ノ島岩屋があり、江ノ島信仰発祥の地として1000年以上前から現在まで多くの人々が参拝し続けています。江ノ島へ渡る橋の手前には新江ノ島水族館があり、圧巻の水槽やイルカショーなどを一年中楽しむことができます。江ノ島は湘南随一の観光スポット、一日中遊べるスポットと言えます。アジサイと紅葉が美しい明月院、北鎌倉にあります。境内には2500株ものアジサイが植えられており、別名アジサイ寺とも呼ばれています。また秋には紅葉もすごく綺麗ですが、個人的におすすめなのはセミの鳴く真夏。眩しいくらいの新緑に囲まれていて、強烈な日差しが木々の葉に遮られ、とても涼しい空気に包まれます。本堂には悟りの窓という丸窓があり、紅葉の時期には絵画のように幻想的な美しさを味わうことができます。ぜひいろいろな季節に訪れてみてください。北鎌倉を代表する格式高い禅宗寺院建長寺、境内には禅の世界を表現している三門や、創建当時から残り国宝に指定されている大金など見どころが豊富です。山門から主要な建物が一直線に並ぶという中国式の伽藍配置が特徴的で、寺全体が国の文化財に指定されています。北鎌倉を訪れた際にはぜひ参拝してみてください。高さ20メートル、鎌倉最大級の山門が特徴的な光明寺、材木座エリアにあります。光明寺の裏山には展望スポットがあり、ここからの景色は絶景。山門の向こうに海が広がるという景色を楽しむことができます。神奈川の景勝50選にも指定されていて、夕日の時間帯が特に美しいので狙って訪れてみてください。鎌倉が誇るビーチ、由比ヶ浜。波が穏やかなので、夏には海水浴場として賑わいます。山々に囲まれた鎌倉特有の地形から、風光明媚な景色が強調された美しい海岸です。古都鎌倉の文化に触れた旅の最後に、波音を聞きながらゆっくりとビーチを散歩するのが個人的におすすめです。鎌倉で一番にぎわうスポット、小町通り。
鎌倉でショッピングをするならここが一番便利です。鎌倉駅東口から鶴岡八幡宮まで伸びる商店街で、お土産店や飲食店がずらりと並んでいます。とにかくたくさんの人気店が並んでいるので、お土産を選んだり食べ歩きするのが今や人気観光の一つとなっています。鎌倉ならではのグルメやお土産のショッピングを楽しんでみてください。ちなみに、物を食べながら人の密集地を歩く歩き食べは、他の方に迷惑がかかるマナー違反となるようですので、ご注意ください。以上、ここまで定番中の定番スポットを13箇所紹介いたしました。ここからは、鎌倉観光は2回目以降という方におすすめな、少しマイナーなスポットをおまけとして紹介いたします。金沢街道エリアにある浄妙寺。境内全体が国指定史跡となっていて、鎌倉御山第5位の自覚を誇ります。境内には紀仙庵という茶席があり、杉苔を主とした枯山水の見事な庭園を眺めながら抹茶を喫することができます。まるで室町時代にタイムスリップしたかのような粋な世界が広がっています。鎌倉観光の休憩として枯山水の庭園を眺めながらゆっくりと休憩するのが個人的におすすめです。庭園や建物がフォトジェニックな鎌倉文学館。敷地内には昭和初期に建てられた洋館、旧前田公爵家別邸があり、まるで映画の世界に出てくるようなデザインが見事です。洋館内部は文学館になっており、川端康成など鎌倉ゆかりの文豪の資料を展示しています。また庭園には約250株のバラが植えられており、時期になると鮮やかに咲き誇ります。入り口のトンネルをくぐった先に広がる昭和の世界がとても感動できる、ちょっと大人なスポットです。桜や紫陽花、サルスベリなど、季節の花が美しい極楽寺。かやぶきの山門は荘厳で見応えがあります。山門脇の入り口をくぐって境内に入ると、自然が豊かで独特の雰囲気に包まれた世界が広がっています。鎌倉最古の寺院と言われている杉本寺。数多くのお寺がある鎌倉の中で一番長い歴史を持っています。それだけに境内の雰囲気は荘厳。特に本堂下の苔の階段は趣深く歴史を感じます。由比ヶ浜と七里ヶ浜の境目にある岬、稲村ヶ崎。江ノ島と富士山を同時に見ることができる絶景を誇り、神奈川の景勝50選にも指定されています。夕日が綺麗に見えることから撮影スポットとしても人気。有名なドラマのロケ地になったり、浮世絵として描かれるなど昔から絶景として愛されています。北鎌倉と鎌倉駅東口エリアの境目にある円王寺。閻魔大王を本尊として1250年に建てられたお寺です。運慶作とも言われる閻魔大王は、今にも動き出しそうな迫力で圧倒されます。死後の世界に出会うという獣王の像を間近で拝観できる円王寺。迫力満点で個人的におすすめです。鎌倉幕府初代将軍源頼朝と、二代執権で大河ドラマの主人公にもなった北条義時の墓がある法華堂跡。鎌倉を発展させた主役ともいえる二人の墓が並ぶので、鎌倉を観光する際には個人的には外せないスポットです。現存する石塔は江戸時代に修復されたものですが、
周囲は木々に囲まれていて、独特な雰囲気に包まれています。駅からは少し歩きますが、時間に余裕があれば訪れてみてください。山に囲まれた天然の要塞鎌倉。かつて鎌倉に入るには、山を削り開いた切通と呼ばれる道を通過する必要がありました。その切通が現在でも多数残っています。その代表的な一つが名越切通。古の交通の息吹を感じられる遺跡で、とても神秘的です。当時の人々の足音がまるで聞こえてきそうです。山の中のワイルドなスポットですので、訪れる際は長袖長ズボン、帽子、歩きやすい靴で安全には気をつけてください。またこの他、鎌倉には多数の切通が現存していますので、よりディープな魅力を味わいたい方は切通巡りをお勧めします。いかがでしたか？今回は私の地元鎌倉の定番スポット13カ所、おまけを8カ所紹介いたしました。今回紹介したスポットの位置関係はこんな感じです。鎌倉には大きく分けて7カ所のエリアがあり、1日で全て巡るのは難しいです。観光する際は1日2つから4つのエリアに絞って巡ってみてください。今回の動画が皆様の旅の参考になりましたら幸いです。夢旅は日本全国の観光情報をたくさん発信していきます。国内旅行が大好きという方はぜひチャンネル登録をして、共に動画で日本中を旅しましょう。また系列チャンネル夢旅宮古島版でも宮古島の情報を深く紹介しておりますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。皆様が夢のような旅行を楽しめますように。今回もご視聴ありがとうございました。